駆けつけてくれました。なんかついてる。なんかついてる。シャッフル。ドアラとシャオロンが、駆けつけてくれたので、はい、じゃあ iPod Touch でこの Web 新聞をちょっと楽しんでいただきましょう。今回ですね、この Apple Store で、行っているイベントなんですが、中日新聞さんがですね、電子号外版の、新聞を、まあ、作ってくれたんですね。それが、今ですね、この、非常に人気がある iPod Touch で、ご覧いただけると、これの、まあ、発表イベントということで、今回この Apple Store 名古屋栄で、イベントの方を開催しております。はい、そしてですね、今回またお席の方に、お座りいただいている方にですね、iPod Touch の方を後ほどお配りいたしますので、ぜひですね、この、電子新聞の方を、楽しんでいただければと思います。はい、そしてですね、この、イベントを見ていただいた方にですね、今回は、iTunes カードを、差し上げておりますので、そちらもですね、最後お受け取りになってお帰りいただければと、思っております。はい、ではですね、早速、こちらディスプレイをご注目いただきたいんですけれども、はい、まず新聞、なんですけれども、中日新聞ではこのようにですね、中日スポーツですとか、このように、新聞皆さん、お読みの方も多いと思うんですけれども、当たり前ですかね、紙で、作られた、ものになります。それをですね、今回、このアップストアで、販売されている iPod Touch にですね、入れてしまいました。はい、このようにですね、楽しんでいただくことができるんですが、
実際ですね、今ご家庭でパソコンをお持ちの方非常に多いと思います。 Windows もしくは Mac をですね、お使いいただいていると思うんですけれども、例えばですね、こういった日々のニュースっていうのを割とですね、こう手軽に今インターネットを介して知ることってできると思うんですね。ただですね、今回この中日新聞さんが iPod Touch 用に作ってくれたこの電子新聞っていうのは、このようにですね、非常にレイアウトも、もう本当に新聞、普通に売ってる新聞とですね、変わりなく、作られておりますし、それぞれですね、仕掛けが、されておりまして、非常にこう堅苦しいイメージをですね、こうがないといいますか、本当に、幅広い年齢の方にですね、楽しんでいただけるものだと、思いますので、そちらを、今日はですね、ご紹介していきたいと、思っています。はい、ではですね、実際に、まあ、どのように、楽しんでいただくのかというのをですね、ご説明したいと思いますけれども、今日はですね、お席に座っていただいている方にですね、今から、iPod Touch の方を、お配りいたしますので、ぜひですね、手に取って、この、電子新聞をですね、楽しんで、いただきたいと思います。はい、これからですね、順番にご説明の方をいたしますので、そのままで、少しお待ちください。はい、皆さん、iPod Touch の方はお手元にありますか？大丈夫ですか？はい、そもそもですね、この iPod Touch なんですけれども、現在、Apple では4種類の、まあ、iPod を販売しているんですね。iPod Shuffle ですとか、iPod など、iPod Classic、そしてこの iPod Touch と、今ですね、多分その中でも非常に、まあ、注目されている、まあ、モデルで、かつ、人気があるのはこの iPod Touch だと思います。で、今までのですね、この iPod と比べていただくと、まあ、分かるんですが、こう形もですね、あとはこう使える楽しめる機能っていうのも、また、違ってくるんですね。で、この、iPod Touch には、まあ、ボタンが2つしかないんですけれども、まあ、上部にありますボタンと、あとはこちら、まあ、ホームボタンと呼ばれるものなんですが、このボタンは、まあ、2つしか、ありません。あとはですね、こう画面をこう触っていただいて、操作をしていただく、まあ、新しい形の、iPod なんですけれども、実際ですね、じゃ電源をちょっと入れてみたいと思いますが、この下のホームボタンと呼ばれるものを一度押してみてください。そうしますとですね、この下にロック解除と、まあ、点滅してると思うんですけれども、これを指でですね、横に、ずらしていただくと、はい、電源の方が、入ると思います。皆さん、このホームメニューというメインの画面になっておりますでしょうか。もしですね、なってない方いらっしゃれば、こちらの、一番下のボタンをですね、一度押していただくとこの画面に、なります。はい、よろしいですか。では、ここまでですね、こちら、画面の方にご注目ください。まずこちらのボタンを押していただいて、ロックを解除していただきます。はい、そして今回はですね、この、中日スポーツというアイコンをすでに、この画面上に作っておりますので、そちらを一度ですね、こう指で、タップしていただきますと、その、今回作ったですね、ウェブ新聞というのを、ご覧いただくことができます。はい、そしてですね、先ほどもまあ、言ったんですけれども、今回この新聞にですね、こういろいろな、まあ、仕掛けがされてるんですね。で、この iPod Touch ならではの、まあ、機能といいますか、そういったものをですね、存分に、使っております。それを今からですね、ちょっとご紹介したいんですけれども、まずですね、こちら、Zoom ですね。はい、このようにですね、見たい、項目のところを指で2回こうポンポンと、叩いてみてください。はい、そうするとその部分